上がるな。やっぱね。あ、それは曲がりますよね。うん、ええ。こんなもんじゃ曲がりますね。これね、バスのボディを接着してるんですよ。なるほど。あ、これから上げるわ。ね。はい。エポキシの接着剤って、剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは、取れないわ。取れないですよ。だからこう好きなように壊してください。多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね。うん、大体そうけど。これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが熱がそんなに83ほど強くないですから。これを83に少し混ぜる、うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね120度ぐらいです。あ、やっぱそうでしょうね。うん、83は220度ぐらいまでできますから。だから140-150度ぐらいだったらそれは壊れるんですよ。うん、あ、もういくわ。うん、うん、言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか。うん、だけどこれは炙って叩けば取れますか。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつったときは全面だから。わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん、で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、取るときは。ああ、そういう話やな。結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああ、そういう意味じゃ。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これだけやったら。ああ、温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
これはやっぱり結構きついとは、うん、ああやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね取れやすくなってもね、はい、取れました取れた、はい、はあ、なるほど、うん、だから常温でやるとこのそれは曲がりますよね、うん、ええ、こんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 あ、これから上げるわね。はい、エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる、うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいですか。やっぱりね120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん、八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったらそれは壊れますよ。うん、あ、もう行くわ。うん、うん、言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつったときは全面だから。わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん、で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、取るときは。ああ、そういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああ、そういう意味じゃ。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけど、これ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ、温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
これはやっぱり結構きついとうわ、うん、あやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね取れやすくなってもね、はい、取れました取れた、はい、はあ、なるほど、うん、だから常温でやるとこのそれは曲がりますよね、うん、ええ、こんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 あ、これから上げるわね。はい、エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、だいたいそうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。ああ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ、遠慮なく、壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の。はい。はい、あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつったときは全面だから。わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、取るときは。ああ、そういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああ、そういう意味や。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ、温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
これはやっぱり結構きついとうわ、うん、あやっぱ少し取りやすくなりますか。取りやすくなるね取りやすくなってもね、はい、取りました取った、はい、はなるほど、うん、だから常温でやるとこのそれは曲がりますよね、うん、ええ、こんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 あ、これから上げるわね。はい、エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、だいたいそうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああなるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつったときは全面だから。分かった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ、うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味や。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
やすくなりますか。取りやすくなるね。取りやすくなってもね、はい、取りました。取った。はい。はあ、なるほど、うん。だから常温でやるとこの。あ、これも上がるな。ね、それは曲がりますよね、うん、ええ、そんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 あ、これから上げるわね。はい、エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ね、エポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね、同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これは、これならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないですよ。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつときは全面だから。わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん、で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味や。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね。取れやすくなってもね、はい、取れました。取れた。はい。はあ、なるほど。うん、だから常温でやるとこの。それは曲がりますよね。うん、ええ、このままじゃ曲がりますね。これね、バスのボデーを接着してるんですよ。なるほど。あ、これから上げるわ。ね。はい。エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、だいたいそうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ず、その母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ、遠慮なく、壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これは、これならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取んだっつうときは全面だから。わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ、うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味や。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ温度かけるといいんだ。ですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
追悼が、うん、ああやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね。取れやすくなってもね、はい、取れました。取れた。はい。はあ、なるほど。うん、だから常温でやるとこの、あ、これも上がるな。やっぱね。それは曲がりますよね。うん、ええ。こんなもんじゃ曲がりますね。これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。ああ、これから上げるわね。はい。エポキシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ。だからこう好きなように壊してください。多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけどこれでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつうときは全面だから、わかった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん、で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな。ええ、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味や。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
これはやっぱり結構きついとは、うん、ああやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね取れやすくなってもね、はい、取れました取れた、はい、はあ、なるほど、うん、だから常温でやるとこのそれは曲がりますよね、うん、ええ、こんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 これから上げるわね。はい、エポクシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポクシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないですよ。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。行きます。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取るんだっつうときは全面だから。分かった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ、うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味じゃ、はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これだけやったら。ああ温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうね、はい、200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ、はね、は、
これやっぱり結構きついとは、うん、あやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね取れやすくなってもね、はい、取れました取った、はい、はあ、なるほど、うん、だから常温でやるとこのそれは曲がりますよね、うん、ええ、こんなもんじゃ曲がりますね、ええ、これね、バスのボデを接着してるんですよ。なるほど。 これから上げるわね。はい、エポクシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないでしょ、うん、だからこう好きなように壊してください、うん、多分ねエポクシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけど、これでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないけど、何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取んだっつうときは全面だから。分かった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ、うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味じゃ。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これこれだけやったら。ああ温度かけるといいんだ。ですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ。は。ね。は。
っぱり結構きついとは、うん、ああやっぱ少し取れやすくなりますか。取れやすくなるね。取れやすくなってもね、はい、取れました。取れた。はい。はあ、なるほど。うん、だから常温でやるとこの、あ、これも上がるな。やっぱね。あ、それは曲がりますよね。うん、ええ。こんなもんじゃ曲がりますね。これね、バスのボデーを接着してるんですよ。なるほど。これから上げるわね。はい。エポクシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ。だからこう好きなように壊してください。多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけどこれでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しっついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないけど、何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、あ、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取んだっつときは全面だから。分かった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ。うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな。結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味じゃ。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これだけやったら。ああ温度かけるといいんだですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変や。焼けしまう。あ？は。ね？は。
取れやすくなりますか。取れやすくなるね。取れやすくなってもね、はい、取れました。取れた。はい。はあ、なるほど、うん。だから常温でやるとこの。あ、これ曲がるな。やっぱね。あ、それは曲がりますよね。うん、ええ。こんなもんじゃ曲がりますね。これね、バスのボデーを接着してるんですよ。なるほど。これから上げるわね。はい。エポクシの接着剤って剥げ出すとパリッと取れちゃうんですけど、うん、それは取れないわ。取れないですよ。だからこう好きなように壊してください。多分ねエポキシのこれもう限界の能力だと思ってるんですけどね、うん、大体そうけどこれでパキッと割れるもんね、普通ね。はい。ね。はい。割れないわな。はい。あ、これぴったりしついてるわ。はい。必ずその母材が壊れる接着。うん。うん。そうですね。はい。じゃあ遠慮なく壊してください。納得するまでの壊し方をしてください。から大丈夫よこれ。はい。しっついてるから。はい。バスのパネルがあるでしょ。うん、正面の、はい。はい。あれを改造するときにもう一枚ね同じパネルを貼るんですって。ああ。その時にこの前面パネルですよ。うん、大型の何十人乗りのバスの。これはこれならそれ大丈夫やないかな。うん。だからこれが。熱がそんなに八三ほど強くないですから、これを八三に少し混ぜる。うん、これ熱はそれ大したことないっていう。何度ぐらいで？やっぱりね、120度ぐらいです。あ、やっぱそうですよね。うん。八三は220度ぐらいまでできますから、だから140、50度ぐらいだったら、それは壊れますよ。うん。あ、もう行くわ。うん。うん。言います。だから外すときは炙っちゃえば、炙って、うん、スポット溶接は穴開けちゃうじゃないですか、うん、だけどこれは炙って叩けば取れます。取るときは。ああ、なるほどね。はいはいはい。スポットはスポットやったところを揉んじゃえば取れちゃいますよね。これどうやって取んだっつったときは全面だから。分かった。それ接着剤はみんなそうだ。温めたら離れるよ、うん。で温度かけれちゅうもんな、うん、温度かけて叩けばもっと簡単に取れますから、うん、ああ取るときは。ああそういう話やな、結局こんだけついてるとじゃあ取るときどうするんだって話に必ずなるから。ああそういう意味じゃ。はいはい。スポットはお前もスポットのとこ揉めば取れちゃうけどこれ取れねえかなって話になるから、うん、これはもう大丈夫よ。これだけやったら。ああ温度かけるといいんだ。ですね。200度ぐらいまでかけるともっとポロッと簡単に取れますね。そうでしょうな。はい。200度もかけたらもう大変やん。焼けしまう。あ？は。ね？は。
れやすくなりますか。取れやすくなるね。取れやすくなってもね、はい、取れました。取った。はい。はあ、なるほど、うん。だから常温でやるとこの